ロードアメリカは、アメリカ合衆国のサーキット、ウィスコンシン州、エルクハートレークに所在する。1950年代からレースを開催し、現在は、スカプロレーシングワールドチャレンジ、アメリカンドマンシリーズ、チャンピオンシップカップシリーズ、アマスーパーバイクチャンピオンシップ、ナスカーエクスフィニティシリーズ、インディカーシリーズを開催する。ロードアメリカは、ミルウォーキーとグリーンベイの間に位置する、 常設サーキットである。コースは、ウィスコンシン州のケトルモレーン内にあり、640エーカーの面積を占め、近くをケトルモレーンセニックドライブが通る。1955年9月からレースを主催し、現在では年に400のイベントが開催される。毎年開催される主要なイベントとして、アマスーパーバイクシリーズを含む3つのモーターサイクルイベント、 三つのヴィンテージカーイベント、スカ主催のイベントであるアメリカンルマンシリーズ、スピードワールドチャレンジ、ナスカーエクスフィニティシリーズなどがある。ロードアメリカは会場当時のレイアウトを完全に維持している世界でも数少ないサーキットの一つである。コースは全長4.048マイルであり、14のコーナーが存在する。多くの標高変化があり、 ホームストレートでの速度は200マイルパーアワーに達する。ターン11はザ・キンクとして知られる。パドックトンネルザ・サイト・オブザ・ザ19・ 1951&1952 スタート・フィニッシュライン4ロードレーセズ・イン・ラウンタウン、エルック・ハートレーク。ありがとうございます。